ちなみに私は歌舞伎町なので学校ではティッシュ王子と呼ばれてるおもろおもろ。会社立ち上げられて精力的に活動するね。会社をご自分でお持ちですよね。会社を立ち上げれるっていうのがすごいます。すごい方ですよ、本当に。あ、お湯が沸けたかもしれない。もしかしたら。ちょっとだけ待ってる。玄米茶にしようかな。でも今の時間紅茶飲んだらあれだよね。玄米茶にします。うわ、いい匂い。玄米茶完了。ちゃんちゃちゃーん。夢見る会社立ち上げそう。会社立ち上げて何人かどうなるのかが分かってない。ショコラカヌレ。先月学校修学旅行でバスガイドさんに謝ってかけられました。玄米ちゃん、おもろ。何回見て髪型に合ってる。やった、ありがとう、嬉しい。オーマイゴーシュ、よいしょ。オーマイグッネス。あ、あった、あったじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。金曜日スカパでますね。あら、金曜日はですね、歌唱力ユニット戦がございます。そうだ、それ聞かなきゃいけないんだった。エリナルミスターです。
はい、オッケー。君の名は希望は、あのね、3人がこう歌える曲、あの歌えない曲っていうのをリストをそれぞれ出して、あの10曲ぐらいあったんですよ。そうそう、だから歌える曲、なんとなくサビは知ってる曲、歌える曲、知らなかった曲っていうのを3つ区分分けして、でみんなが知ってる曲で、うちらの声質的にはこれがいいかな、これどうってなってなったやつですね。和俊先生さん、だるまありがとうございます。あの親子乃木坂だったから、そうそうそう、韓国の歌対決をする番組たくさん見たけど、いつも最後の番号が有利だった。あ、そうなの。最後ってさ、前の人と比べられるからどうなんだろうと思ったし、私引いちゃったんですよ。まさかのエリナルミスターの語呂感スムーズで好きね。それな、いや私ね、あの番号を引いてって言われて、そうそう、でエリちゃんとナルが引かしてくれたんだけど、前置きでね、前置きで、私マジ運いいですからね、マジでって言ってたの。そう、私マジで運いいっすからってなって、え、ガチって言って、で3人で、え、じゃあストップって言ってくださいって言って、ストップ出す、で3人で驚愕。そう、 A ちゃんとなるに、え、じゃあストップって言ってって言って、ストップって言ったやつがあれです。だからほんと3人で弾きましたね、あれは本当に。で、あの番号を引いちゃったと。だからあれをね、あれが今日じゃない、基地に出るといいですね。あら、美味しそう。たーたたー、いただきます。キャプテンなんでしょ。だからさ、エリちゃんが言ってるだけだから、私は全然違います。参加者 A です。エリナルミスターのミスター担当のです。はい、ただエリちゃんとなるは自称あのユニット作成者がエリちゃんで、自称歌割りを決定したっていうのがなる。で、うちら称号あるんだよね、もうみたいな。うん、他のニットの歌、聞いてないの。聞いてないし、あの何があれかって、で私たち予定の都合でね、一番最初だったんですよ。15組中一番最初に収録したんですよ。そうだから、プロデューサーの人もこうスタッフの方々もみんな初めて、もうユニット戦もね、今までやってきてなかったから、初のユニット戦の初のユニット収録がうちらだった。だから一番最初で、そう
だから比べようがないからね。そうそう、一回しか歌えない。いや何回か練習とか、あの3人だからね、マイク調整とか音調整とか結構ね難しかった。ちょっと初めてなんで、ちょっと一回いろいろやらせてもらっていいですか。うん、割とマイクの音とか調整というか、同じこう同じ音声は出るようになってんだけど、それぞれがけど、こっちのこう3人だと結構声の圧が強いから、逆にピアノの音が全然聞こえなくなっちゃったりとかして、そうで、すいませんちょっとピアノの音聞こえないんで、あのスピーカーだけ下げていただいてみたいなね、こともありましたね。みさちゃんチームは優勝候補チームですね。俺襟もみさちゃんも歌でもありがとうございます本当に3人で優勝します。優勝したい。演奏で歌ってダンスなし、歌う歌唱力ですからね。イヤモニはねしてないの。もうすぐ後ろにピアノの方がいらっしゃってっていう感じなんだけど、いつもね、いつもの感じです。エリナルミスター、でも私本当に今回も思ったんだけど、お顔好きです、あら、ありがとうございます今回も思ったんだけど、ナルト歌声が似すぎてて、劇場公演でもそうなんですよ。私ナルと一緒に歌うパートが結構あるんですけど、シンメだったり、あのユニットだったりなんですけど、ナルと一緒に歌うと、私ちゃんと声出てんのかなってぐらい一緒なんですよ音が。だからあのサムネイル公演の、サムネイル公演のね一番思うところはあのサムネイル公演のバゲットっていう5曲目の曲があるんです。ユニットの5曲目のバゲットっていう曲の二回し目の夢や仕事がうまくいかない、挫折の日々になせたか笑ってたっていうフレーズがあって、そう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 、そこが夢やって歌っ、自分ちゃんと歌えてるんだけど、なると声が一緒すぎてさ、あの自分がちゃんと歌えてるかがたまに心配になるぐらい似てる。あやまちはどっちがハモってるかとかわかるよ。あやまちはね、多分音が違うと全然違うんですよ。そうだからハモリとかをお互い入れると全然違う風に聞こえるんだけど、同じ音程で歌うと多分歌い方も似てるんだろうね。そう歌い方も似てるのか、割と一緒に2人で一緒に同じ音程を歌うってなると、なんか本当にえ歌ってる、片方が歌ってないってなるぐらい。なるちゃんのお店より低音じゃない、そうですね、低音ちゃ低音かもしれない。低い方のが多分なるは出しやすいと思うんだけど、私高い方のが出しやすいですね、結局どっちかというとね。熱っ。それ夢見るでナルトチャンネル見たいと、姉ちゃんが笑うとどうなるか。でもエルちゃんの声って最高で、私エルちゃんの歌声めっちゃ好きなんですよ。
で、なるの歌声も好きだから、自分的には2人と組めたのがどう考えても奇跡なんですよ。だから自分の中ではこう、そのなんかただただすごいメンバーっていうだけじゃなくて、あの本当に歌声が好きで歌い方も好きなこうメンバー2人と、しかも実力も兼ね備えててっていう2人とこうユニット戦に挑める私って運よくねって思ってる、マジで本当に。玄米茶好き。お互いが入れ替わって歌ったらミーハーツカレーも気づくと、いや仲の良さ舐めちゃいけないよ本当に。あのね、一般の人とかだったらワンチャンあるかもしれないけど、とかその3人以外とかだったらワンチャンあるかもしれないけど、エリちゃんの歌声は繊細な感じする。エリちゃんの歌い方好きなんだよね私。立山健介さんハートレートで、まあ、ミスターとオカリナが過ち歌ってた時新鮮だった。過ちオカリナとの過ちも私好きでしたね。てかオカリナが歌うまいからし、急遽言われたのにもかかわらずあんだけ仕上げてこれるのすごいなと思う。うん、ミサの歌ももっともっと強化されて、ありがとう。立候補制です。そう、久志さんの T ありがとうございます。自分こいつ好きな友達とカラオケ行くとこれ歌ってってリクエストしよう。え、それ友達も嬉しいやつでね、ウィンウィンじゃん。北沢咲さんマッチで歌うまい。私ね、北沢咲さんのなんだっけな、だから君が好きなのかか、また君に違う、また違う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 、なんだっけ、またあなたのこと考えてたかなんかをさきさんが歌ってたんですよ、歌ユニットで、あのチーム B の時のあのツアーで歌ってて、それで私もう感動した。え、こんな歌うまい人いるんだって。オカリナファンの間でも話題です。ミッサーとオカリナの歌声の相性なんです。マジですか。いやオカリナねも合うんだよね。東京公演の歌声最高だった、ありがとうございます。なるとエリちゃんバラードうまいよな。私もバラードのが得意なんですよ、どっちかっていうと。だからそういう系統も合ってるのがすごいなって思う。うん、美味しかった。君の希望ってバラード、バラードじゃない、うーん、バラードじゃないね、けどガツガツ歌う曲でもない。感じかな。髪切りました。
でもなんかその優勝、優勝、優勝するしない云々の前に本当に3人で歌うことが本当に楽しくて、そうやっぱりこう歌が上手い上に自分が好きな声とか歌い方の人と一緒に歌うっていうのがすごい本当にね、待って今何時、本当に楽しいなって思いましたし、エリちゃんもナルも言ってたからよかった。エリちゃんもナルもなんか優勝云々の前にめっちゃ楽しかったって言ってくれて、確かにってなった3人で。うん、私エリちゃんもナルも忙しいと思うんだけど、忙しい合間を縫ってね時間作ってくれて、カラオケで3人でこう調整したりとかしたので、なんかその目指すは優勝だけど、もちろんなんだけど、その前にチーム8の3人っていう、そのもうね最後にチーム8っていうのをこう名を48グループ全域にこうこんな素敵なチームがあったんだよっていうのを、こんなチームがあったんだっていうのをねこう覚えていていただきたいなと思うからっていう挑戦もありましたね。私乃木坂のファンの方々、乃木坂のファンの方々にももしかしたらチームエイトを知ってもらえるかもしれないからっていう理由でもありますね、この曲を選んだの。そう、結果が一緒ならもちろん最高だけど、家庭も今回は私にもいいじゃん。エンチさんバラありがとうございます。そう、だから本当にチームエイトの初代のメンバーと2代目のメンバーが一緒にもいるし、ありがとうございます。楽しみ、ただただ楽しみだから、そうだから、そういうそのチーム8をこう広めるためにも、こんないいチームを失ってしまったんだってこうちょっと悔いが残るくらい印象に残ればいいなって思いますね。エイトから選んだっていうのも確かに、そうだからエリちゃん、私さ本当にギリギリに決まってエリちゃんと一緒に、エリちゃんとナルと出るのが、そうだからエリちゃんとナルと、でエリちゃんがマネージャーさんにこう、そうそうなの、マネージャーさんが私を推薦してくれた、くださったらしくて、そのマネージャーさんはね、以前のチームエイトのマネージャーさんなんだけど、
なんだけど、ジョンマイラブとかも担当してくださってて、ちょうど私の時期とか、そうだから、だからっていうのはあるのかな。そう、それでエリちゃんが、やっぱりちょっと一緒に出てくれないって言ってくれて、でも私も実はですね、あの、私も実はなんかエリちゃんとかナルとかと出れたら最高なんだけどな、このユニット戦てか本気で優勝をしたかったから、だからそこを考えるとエリちゃんとかナルとか相性も合うしてか思ってたから、本当に嬉しかったですね。そう、私でいいのと、いいのとは思ったけど、やっぱりお返しのような部分もあるかな。そうですね、今までの、だからそのチームエイトっていうのが広まるのと、あとなんていうの、なんかそうですね、いろんな思いが伝わればいいなって思ってます。だから優勝うんぬんの前にそう、でも正味ね、なんかどんな歌声が誰に響くかってほんと好みなんですよ、正直。だから私もなんか超歌うまいって言われる人とかの映像とか動画とか歌声を聞いたり見たりしても、うまいなって思う人と、なんかそうかな、私はこの人のは上手だと思ったなっていうのとかあると思うじゃないですか、あるじゃないですか。歌唱力のソロでしたら、ウルさんのあなたが、違う、あなたがいることで、そう、そうなんですよ。その歌声が好きって人それぞれだよね、マジで。いや本当に、だってさ、そのこの歌が好きなんだよねっていう人もいれば、いやこの歌声はちょっと耳に来るからあんまり私的にはって人もいると思うし、STU マイク、そうなんですよ、タグループさんも結構上手い子が多いから、あとはもう声のね、個人だったらその人の実力じゃないですか。そう、個人だったらその人の実力なんだけど、3人だったらそれぞれの実力プラス3人の声をどう生かして、どんなハーモニーができるんだろうっていう、っていうのもね、やっぱ歌い方だけで全然違うと思うので、3人だからこそできるものを見せれたらなって思いますね。推しが強い歌い方は少し苦手。あーでも分かるかもしれない、分かる分かる。で私あのね、私ね、楽しそうに歌ってるのはすごく好きなんですけど、真面目に歌ってる時に音程がこうずれたりした瞬間から、うわーってなるから
なるから、自分の声でもそうですし、自分が歌っててうわ音程が終わった、音程がほんの半音じゃなく半音ぐらい下がったとかあるんですよ、歌ってたりしても。うまいけど引き込まれない歌声の人もいる。ああ確かにね、声と歌が合ってなかったりもするしたりもありますよね。そうなんですよ、だから難しいよね。だから私カラオケもちょっと苦手なんですよね。そうめっちゃ得意ってわけではなくて、あのほんと仲がいい友達とかとしか行けないですねカラオケ。だからなんかもう全力に振り切って、全力に振り切って、もうなんか全力でプリキュア歌いますみたいな、とかアンパンマンの歌全力で歌いますとか、ポケモン言えるかな全力で歌いますとか、私の友達大体そんな感じなんですけどプリキュアの歌をプリキュア、プリキュアとか言って血を乗って歌うんです。それはマジで大好きだし、なんか私も大体タンタンと宮崎さんと3人で行くか、吉田と宇多田と3人で行くかな。でみんなそれぞれ手叩いて「フー!」みたいなって言ってくれたり言うから、そう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 、ポケモンの名前の音程外して落ち込んでるわよおもろ、音程合わせよりも歌うことが好き。そうですね、けど真面目に歌ってる時に音程がずれると超気になっちゃう。職業病だと思うんだよね普通に。ですね、多分そう。カラオケもだし、カラオケもだし、なんか街中とかで街中とかそれこそ学校とかお家ホテルとか、ホテルだったとしていいか、そうなんか全力で振り切った男子とかならいいんですよ。粉雪をね熱唱する男子がいたんですよ。はい、粉雪を熱唱する男子たちがねうちの学年にはいたんですね。粉雪大好き芸人みたいな感じで、それはもうね最高だなって思う。ほんとおもろくて、うん、あと「なー」が出なくて「こなー」の「なー」が出なくて、なんか「なー」みたいな「いやおもろすぎでしょ」みたいな、「おもろすぎでしょ」ってなるけど、なんかしかも周りの人がみんなね「いや出てない出てない」みたいな「なー出てないよ」みたいな「とっとこハム太郎」を歌ってコールして踊ってほしい。いいね、そうだから音が外れてるとこうあのふざけて歌ってるといいんだけど、鼻歌とかでも音程が違ってたりするじゃないですか。精密採点、いやね友達とのカラオケは採点入れないのが絶対いい。そうそうそうのがいいですよ、楽しいしね。けど私はね一人だと入れますね絶対。精密採点
そうそうそうなんですよ。だからカラオケとかは本当に仲いい人としか行けない。マジで。ああ。え、待って、今何時？おお、13時4分だね。15分になったら終わるかな。一人カラオケちょっと寂しい。一人カラオケのが歌えるから、カラオケで100点の人歌が感動するとは限らない。間違いない。だから私ミュージカルが好きなんですよ。ミュージカルって多分、ミュージカルってこうオンティーバーじゃないじゃないですか。そう、私前ね言われたというか、本当に最初の頃、もうオフナイとかだと思うんだけど、オフナイとかジョン・マイ・ラブとかなんだけど、お話し会でカラオケ歌ってくる人いないの？いないね。けどそれ冷たくならないの？冷たくならないの？けど歌ってとかある、この曲歌ってくださいとかだったら歌うので、ぜひ皆さん言ってください。でもなんか歌ってはちょっと何歌えばいいのなるから、曲決めていていただければ。カラオケ最高。何曲歌ったことある？数えたことないね。そう、ちょミュージカル、そうカラオケってさ、オンテーバーじゃんか。こう例えば47のみたいな、てて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 みたいな、ここ棒がこうあるじゃんか。棒に当てはめてこう歌うやんか。だから機械音的に歌えば点数取れるのね、あれ。興味。なんか47の素敵なあの街へ歌を歌いって歌えば音程がこうバーにはまるから点数取れるんです。実はカラオケ点数取れない。ベストやってみて。歌ってくれるの？そんな行きたくなる？来て歌ってあげるから、来て歌ってもらうので贅沢すぎる。だがしかし話したい。そうだからね、歌ってもありなのって言われたんだけど、全然ありだよ。だから早く来てください。何枚あればいいの？わかんないな。でもリクエストして歌ってってやると1分はないと厳しいかなみたいな、分数的にね。ミュージカルの「だから47の素敵なあの街へ歌を歌いながら」みたいな。でだったらオンテーバーにこうハマるんだけど、それだとさ、なんか機械音っぽいなってなるやんか。そうだけどカラオケとかはさ、こう音を歌うって感じじゃん。なんていうんだろう、47の素敵なあの街へっていう歌みたいな。けどミュージカルは言葉に音がついてるだけだよっていうのを言われて、あ、そうだわって、それですごい納得して、そっから歌い方がなんか変わった気がするんですよね。そう。そう。
だからミュージカルのこう稽古をしてる時に、歌の稽古とかでもよくね、歌う前にこう歌う前にセリフとして言ってみなさいって言われる。そうだから我が名は鉄の、私は私もそうですけど、我が名は鉄、鋼の女子っていう感じで、娘にだって望みはある、言いなりにはならない、不服ならばお抜きなされっていう。正解っていう音程はない感じ、いや正解っていう音程がありすぎる、それがないと美しいハーモニーにならないから、絶対音程は分かる人じゃないとできないし、音程が外れてたら外れてたでやばいってなるから。そうだからミュージカル難しいですね。歌に感情を乗せて歌うんです。そうそう、感情を喋ってるんだけど、それに歌音程が乗っかってる感じ、どっちかというと。そうそう、だから AKB の歌詞とかもねすごい素敵だから、こんばんは。吹奏楽の強豪校が自分の演奏を歌うって表現してて、音楽に関する人たちがすごいな、本当にすごい。いやね、歌ってないと、奏でてないとね、自分が奏でてないと他のこうなんていうんだろう、他のレベルも下がるっていうの分かるかな。だからそのあれですよ、パシフィックオーシャンとか、懐かしきふるさと巡り、夢運ぶ海風星に誓うっていうやつあるじゃないですか。あれもね、1音違うだけでうわなんか変な音混じってるってなるんだよね。だから夢運ぶ海風の人がいれば、夢運ぶ海風星に誓うの人もいるし、あれがこうカッってなった瞬間にこうファーってなるんだよね。けど誰かがな音程が違うとこうなるものがここで止まっちゃうんですよ。ここで私たちのこのラインで、から難しいですね。あとただうまく歌うだけじゃ、歌うっていうのも大事だけど、やっぱり歌にこう歌詞を乗せるというか、歌に感情、聞き手がちゃんと感情を読み取れる歌じゃないとっていうね感じですよ。だからミュージカル難しいなって思いますし、だからこそ私はミュージカルが好きなんですけどね、楽しいなってすごく思います。一音落とすものは、あそう、劇団四季とかも結構厳しいですね。劇団四季とか四季さんとか、あとは何だろう、まあそういう大手のところはこう木の役とかでもこうずっとこうしてて、一回でもこうピッて動いたりしたらもうやめてください
あなたクビですってなるぐらい厳しいですね。美味しい玄米茶。タイム14分だね。だから難しいなって本当思いますし、そんな難しいことに挑戦させてもらえてるのがすごく嬉しいです。地声から裏声に追いかけ変える能力が羨ましい。その能力欲しい。あら、ありがとうございます。それは私はね苦手だったんですけど、カエさんからそれを褒めていただいてちょっとだけ自信が持てました。いやー、カエさんとヤスさんはもっと別格ですね。です本当に。その分はなんか練習してもよくないかな。で、私ね、ここの中を開いてるかもしれない。プロローグは不思議な出会いってのところが私ちょっと苦手だったんです、最初。どこで切り替えればいいんだろうって一生思ってたけど、でーあーってここをパッて開くんですよ。ここわかるかな。中でパッて開けるようになってから、あ、これだってなったけど、どれが美しいのかがよくわかんなくて、わかんないですね。ただもうジョン・マイ・ラブは本当あと4回しかないので頑張っていきたいです。目から出す感じ、難しい。でもなんか私は超わかりやすく言うと、あの声塊わかります？ドラえもんの声塊をいつもイメージしてます。どんな文字が出てるか、ここからをイメージしたらすごいすんなり入ってくるようになったかな。だから何事もね、生かし方ですよ。ドラえもんの秘密道具はここで役立つとは思ってなかったの。こういう塊ってあって言ったらここからあが出てくるの。でそのあに乗って空飛んだりするんです。面白いでしょ。じゃあ調べてみて。3月はね、ミサテスないんですよ。終わりです。11日で見る側も意識して歓迎するとたくさん気づきができていいんだなって思える配信になりました。そう、声塊に面白く見てみて。そう、だあれです。18分、やばい。それじゃあ明日も私は早いので終わります。13位、ハマーさん。12位、つむじかでさん。11位、ひじろさん。10位、エンティゼロナさん。9位、しゅんごさん。8位、べるちゃん会長さん。7位、チェリングさん。6位、けんちゃんさん。5位、ジョークスノーさん。4位、えんしょさん。3位、ひさしさん。2位、オニオンナイトさん。1位、あのねさん。みさが最高でした。4406人の皆さん、本当にありがとうございました。さようなら。2月11日は配信もございますので、ぜひお越しください。バイバーイ。Thank you.